コンコラプトルは、白亜紀後期に、現在のアジアに生息していた、オビラプトル科の獣脚類恐竜の属である。コンクラプターグリシリスの頭部復元図、アルバータ大学の頭部骨格コンコラプトルは、小型の恐竜で、体長は1から2メートル。オビラプトル科では珍しく、頭部に、土坂がなかった。また、他のオビラプトル科の種と同様に葉はない。オビラプトル科の種は、 歯がない代わりに強力なくちばしを持ち、軟体動物の殻を壊すことができたのだろう。コンコラプトルの頭骨は、眼気性の度合いが強く、ほとんどの骨に空撃があった。両耳の間の内部連絡は共鳴質と聴力の向上に機能した。最初の発見は1971年のポーランドモンゴル調査隊により、ネメグトルイソの後期カンパニアンのハルミンザブ。 赤色岩で行われた。頭部にはトサカがなく多くの動物でトサカのようなものは性的成熟に達すると現れるものであることから科学者らはコンコラプトルがオビラプトルの様態だと考えた。さらに複数の骨格を研究した結果コンコラプトルは新しい属の特徴があると分かった。コンコラプトルの手の特徴はオビラプトルから分離する主な決め手となった。 解剖学的にこの手は、進化的にインゲニアのものとオビラプトルのものの中間のようであり、明らかに基地の種に属するものではないことが分かった。この属のタイプ種であるコンクラプターグリシリスは1986年にリンチェン・バルスボルドにより命名、記載された。属名はギリシャ語でムール貝を意味する、コンクとラテン語で略奪者を意味するラプターより派生している。 この名前は、オビララプトル科の種は主に卵を狩るものだという、伝統的な考えではなく、軟体動物を食べることに特化していたという、バルスボルドの仮説にちなむものである。種庄名は、ラテン語で、キャシャナという意味である。ホロタイプ標本アイム120は、頭骨を含む部分骨格である。あとに20以上の標本が公式にコンコラプトルの、ものであるとされた。 コンコラプトルは1986年にボルスボルドによりオビラプトル化とされた。最近の分析ではオビラプトル化のインゲニア赤のメンバーであるとされている。ありがとうございます。